キャドオペレーター向けお役立ち情報チャンネル、キャドオペチャンネル。このチャンネルではキャドオペさんに向けてスキルアップ情報、受注単価アップスキル、転職スキルをお届けしています。お届けするのは私、ワンオペで男の子3人を育てている建設のアナウンサーです。今回のお話はこちら、 VIM と 3DCAD の3つの違いの1つ目ですね。そのお話をします。3つというのはこちらです。作業工程が違う、打ち合わせが違う、データ活用の幅が違うということです。今回はこちらの1番目、作業工程が違うのお話です。3DCAD では最初に2次元図面を作成します。その情報をもとに 3D モデルを作成し、視覚的に形状の把握をすることというのが可能です。VIM は 3D モデルを先に作っていきます。その後、作られたモデルの断面を切り出し、2次元図面を作成します。最後まで見てくださり本当にありがとうございます。作成方法がわからない、操作が不明な場合は、どうぞ公式 LINE をですね、ご登録いただいてお話しくださいね。では、またね。建設アナザーはノート YouTube で展開しています。もしよろしければ、ノート YouTube をご覧ください。またね。